アンチヒーロー第5話感想動画でございます。はい、ごめんねごめんねじゃなくて、その入り方やめてくれないかな。いや、もう前回はバナナを食べて、で今回はアイスコーヒー飲んでポテト食べて、ごめんね伊達原完全にこうラスボス感っていうかさ、萬斎さんの演技最高だな。なんかハマってない、うん、あれ悪者ピカイチですよ。悪者ピカイチだよねいやもうなんかね、こう悪の権力を振りかざしてるわけじゃない。うん、めちゃくちゃ合ってる。合ってるよね。うん、だからあれなんでしょう、伊達原はこう今までも周りの人間を権力で操ってさ、こう自分は一切手を汚すことなく立ち回ってきたわけでしょ。これそうだね。だって今回も12年前の事件が必ず関わってんのに、もう白切りましたからね、何のことって。でも倉田刑事部長はもう口封じのために捕まっちゃったわけでしょ。そうね。だから秋澄も過去に伊達原の駒の一部として利用されてたってことだし、うん、あと緑川ね、木村佳乃さんもなんか旦那さんがさ偉い人で、ああそう、元旦那がね東大卒の警察の官僚だと。でもなんか一言言ってさ、それで倉田の逮捕が早まったわけでしょ、あれ。そうだね。あれ緑川に一声ね、お願いできるかな、うん、日本語で遊ぼうって。いやいや、一人で遊んでくださいよ、日本語で。私はバナナでも食べてるよ、日本語で遊ぼう。語尾が全部日本語で遊ぼうになってない。一言も言ってない。でもその気になるのは倉田に関しては、うん、何を隠蔽してたのかっていうのと、なぜ隠蔽することになってしまったのかっていうさことなんだけど、これもだから伊達原になんか弱みというか権力で操られてたのかな。だから単純に考えると娘のこととか何かを守るためにってことだもんね。と娘のまあ安易だけど篠宮飛鳥とチャゲのことを守って、いや、まあ、チャゲ安の話じゃないです。チャゲは守んなくても大丈夫、ちゃんと頑張れる人だから。アスカは守るべきでしょ。でもアスカは守るべき、今頑張ってますけど。何を、なんか頑張ってんのいろいろ活動が、あ、そうなの、追ってるんだ。追ってはないですたまにツイッター面白いなっていうぐらいの。いやいや、フォローしてんのしてないしてない。なんかたまに出てくるんだよ、誰かのリツイート。島田アスカじゃん、島田アンダースカ。一括りすんのやめてくれこれからお前を殴りに行こうかごめんねごめんねじゃないのまあ本当にね、発想力がないからさ、アスカのことで脅されたのかなとかぐらいしか今は思いつかないけどさ、うん、また警察のね仲間を守ったとかさ、あなんかそんなのもあるかもね。そう、はめられて捜査してる時にはめられて弱み握られて、もう警察の仲間守るためにはなんかそういうことしなきゃいけなかったみたいなね。でもそれも多分伊達原なんでしょう。だからそうだね、なんか伊達原から電話来た時ゲームオーバーみたいな顔してたじゃん、藤木さんの人絶望みたいなさ。いやそうよ、よっぽど怖い存在みたいなさ。だって冒頭の入り、電話の冒頭がさ、間違ってかけちゃったんだけどとかって言ってさ、うん、間違ってかけちゃったついでに聞いていいみたいな、めちゃくちゃ怖いでしょそんな新手の詐欺みたいなね。もうパワハラどころじゃないもんこれ確かに、あんすごいビビってたもんだって。であとはやっぱり今回はラストよ、うん、檜山ガンちゃん再登場、やっぱり来ましたこれ。やっぱりね、だね。秋澄が例のものは用意できましたかみたいなこと聞いてさ、うん、ではいって檜山が言って、そろそろ始めましょうかみたいなさ、はい、なんかだからその12年前の清水さんの冤罪のだからカードは揃ったみたいな感じでしょこれ。それ戦う準備揃ったから行きましょうみたいなさこと言ってんだけど、これガンちゃんが仲間なのかい。これは今回の最後の映り方ではなんか仲間のような動きをしてたから、一瞬そう思いきや、でも一応殺人は起こしてんだよね。そこなんだよね。だからガンちゃんだけはあれなのかな、黒を白にしちゃったのかな。他の人はなんか違うじゃん。ただなんかその例のものを手に入れるために一応白にはしたけど、これが済んだら最後ぶち込むっていう可能性もあるよね、うん、今回白にしてあげる代わりに例のもの探してきてくれみたいな、うんうんうん、だから今までなんか秋澄が弁護してきた事件、この5話までの全部12年前の清水の件に関係してるんだろうね。だからこれ結局そうだね。いやでもそれをさ一つずつ紐解いてってさ繋げて最終的には12年前の事件を
ね、また冤罪を晴らそうとしてるわけでしょ。秋澄頭いいねこれね。頭いい頭いい、すごいねこのドラマ、おもろ、脚本家頭いいね。なんだろうその頭いいね。いや褒め方、次が気になってしょうがないんだもん。だって確かに1時間あっという間に過ぎるし、あーもう終わり、うん、みたいな。いやほんとよ、頭いいね、頭いいねこれね。こっちだって一つの事件一つの話追いかけるのにやっとだけど、うん、全部同じ方向に同時進行で行ってるわけだから、全部つながってるって気持ちいいもんな。うん、檜山もそうだし、檜山の時に検察の闇も暴き、で次あの政治家の息子の時にこの政治家のとか政治家の圧力とかもこれ関わってくるんでしょきっと闇、うん、で今回警察の闇というか倉田隠蔽してたっていう、だからみんな関係してくるんだろうこれ清水に。だから俺さ、それでまあガンちゃんを今回仲間というか一緒になんかこう力合わせていくみたいなラストだったから、俺これ糸井一か殺害の真犯人さ、ずっとガンちゃんかなと思ってたんだけど、うん、これ檜山の工場にいる人なんじゃないかなって思い始めてきた。でその証拠になるものを檜山に探させてるっていうさ、なんかあの糸井一家殺害に使われた硫酸なんちゃらとかっていう毒殺だったんだけど、うん、それ実はあの工場でも作れたりとか、なんか工場にある部品を利用して作ることができるみたいなのを証明するためになんか檜山動いてるみたいなのないかなこれ。だからその檜山が清水とどういう関係なんだっていう関係あるんじゃないかなっていうね。例えば清水の実は元部下だったとか、清水を慕ってる檜山も実はその冤罪を晴らしたい側っていう、もしくは清水の息子、うん、で冤罪っていうのをその12年間檜山も晴らしたいと思っててっていう。なるほどね。そこで秋澄と出会って全部こう2人で頭いいねっていう二人だったっていう。実はあの工場長、社長が犯人だったかもしれないよ。ああ、なるほどね。その横領で揉めたのはあの社長なんじゃないか。実は。あの工場の社長を揉めてたかもしれないじゃん、糸井と。お金のことで。うん、で、ガンちゃんがその社長を殺したっていうのは本当っていう。清水の冤罪を晴らすために一旦白にしたっていう。で、晴らしたらガンちゃんぶち込むっていう。結局でもガンちゃんも慕ってる清水、うん、まあお父さんか先輩かもしれないし分かんないけど、関係してる清水の冤罪が晴れて、うん、ガンちゃんも気持ち的には自分の罪を償うって意味で無所に行くっていうのがなんとなく考えられるな。でいろいろ全員出てきた人がつながっていくんだけど、さやもつながると思ってて、さやが重要っていうか、その12年前の事件の目撃者とかなんじゃないかなって思った。犯人を見た、糸井一家の前で犬の散歩してる時に見ちゃったみたいで、それのトラウマみたいなので心閉ざしてる。なるほど。で秋澄はそれを待ってる。でもいつか証言台に立つんじゃないかな、さや。なるほど。犬と一緒に、犬と豆と一緒に一緒に、むしろ豆が率先して、なんでだよ連れてくんだよ、なんで率先して豆が証言台に立つんだよ。証言犬としてワンしか言えないんだからっていう、ここ重要なポジションなんじゃないかなと思うな、さやは。いやだからこれ6話からはもう12年前の秋澄が逆襲が始まるんじゃないの、立原倒しちゃうんじゃないのこれ。まあそうだよ、ね、あとあれだもんね、赤峰がずっと言ってたコンビニの松永さんも動き出すっていうとこだもんね。松永さんも冤罪だからさ、うん、なんかそれも関わってきそうな気がするんだ。なんか結局頭いいからさ、脚本家さんが、うん、もし自分が脚本家だったらそこつなげたいもんね。気持ちよくね、繋がってたら気持ちいいよね。12年前の犯人とその松永さんの方の犯人も一緒だったみたいになったらめっちゃ気持ちよくない？そうだね。実は全部ね、赤峰とかもみんな繋がってて、うん、あの法律事務所に集まってるっていうさ、めっちゃ気持ちいいじゃんそれ。気持ちいい。全部重なって消えるみたいなね、消える、うん、なんかこう問題が全部重なった時に初めて問題がパッと消えるみたいな、ぷよぷよみたいな感じでね、自分の意図しない連鎖が始まっちゃうみたいな時あるじゃん俺らの場合だと。それ適当に積み重ねてるからね、ラッキー連鎖でなんかすげえ崩れちゃって勝つ、でも作戦通りみたいな顔するじゃん俺らは。そうだ、ね、でもこの脚本家さんは違うから、うん、分かってて積み重ねていって一気に消すっていうことするから、
あ、そうだね、ぷよぷよ理論だねこれ。俺らなんていろんなただ予想とか考察を適当に今ぷよぷよのあれをばらまいて、当たってたらそっからたまたま崩れていくみたいな、そうそう、消えていくみたいな感じだもんね。うん、ちゃんとこの脚本家さんはもうね、ぷよぷよで言うとパヨエーンまで行くからなんでぷよぷよで例えたの？なんかこう全部が重なった時にこう一つの問題が消えるみたいな。なるほどな。だから檜山は秋月のために何かしてくれるポジションの人なんだよ。結局その名前に色が入ってる人は秋月にとってプラスの人なんだよこれ。なるほどなるほど。法律事務所の人もそう、檜山もそう、うん、緑川もそうだよ。だから色入ってるから。あ、これがだからぷよぷよなんだよこれなんでぷよぷよなんだよだって色赤とか青とか緑とかはいはい、はい、ぷよぷよなんだよ。で、秋澄だけほら相手に行く墨色っていうか灰色っていうかさお邪魔ぷよ、お邪魔ぷよなんだよ相手にとったらね。そうだよこれ、アンチヒーローって秋澄と伊達原のぷよぷよ対決か。対決ではないよでもそういうことじゃないこれ、うん、まあちょっと5話の段階では、まあ、俺の中ではガンちゃんは味方からのぶち込まれるで、はい、清水の関係者でっていうその行動の理由は、うん、でさやは重要人物目撃者、桃瀬玲子は秋澄の妹とか恋人とかその娘さやみたいなイメージかな、うん、今んとこ。なるほど。じゃあ最後にあれですね、次回の6話伊達原何食べるか予想だけして終わりましょうよ前回が4話がバナナ、はい、5話アイスコーヒーポテト、うん、6話何食べるか、うん、これちょっとお互いに1個ずつ、はい、ガチで当てに行こう。これはでもいいですよ。俺ね、食ってたら相手をちょっと権力で脅しながら食ってたら怖い食べ物、今パッと思いつきました。お、何ですか？カキピー。カキピーか。なんか音鳴るのもなんか怖い気がするけど、ピーナッツ多めで食ってそう。でもなんかそういうさ、手軽にというかパッと食べれるもんな気はするよね、うん、そのカニとかではないよね、だって絶対時間かかる手ベタベタにしながら逆に喋れなくなるわ、カニ食ってる時。そのインドカレーとかでもないよね、だって絶対その素手で食うタイプのそんなことしないよ。手巻き寿司とかそういうんではないじゃん、時間かかるしめんどくさいものは食わないって。でもそのカキピーとかちょっとしたおやつというかだよね。そうですよ。いや俺今度和菓子系行くんじゃないかな。でもこれガチ予想すると、おお、まあ、まんじゅうとかってこと？まんじゅうとかなんかかぶりついてちょっと伸びるぐらいのさ、大福みたいな。はいはい、怖い、和菓子怖いな。それかあの棒状の羊羹をこう丸くしてなんでバナナみたいに食うんだよ羊羹、あれ切って食うやつだろある意味怖いわそれ。いやなんか考え事しすぎて糖分欲したみたいな流れからの羊羹丸かじりしたら怖くない？ぬちゃ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 っていうかセリフ喋れんよ羊羹丸かじりしたらじゃあちょっとざっくりしてるけど和菓子、まあ、どら焼きとかさ、でもまんじゅうありそうだわ。まんじゅうあるかもね。大福大福、トンネルズののりさんみたいな食べ方するんじゃない？こう手に乗せてポンみたいな。やったやった、喉詰まんだ。わかる、獅子おどしみたいな食べ方。わかる、喉詰まったらセリフ言えないから。じゃあそれでいく、うん、いいですね。じゃあ私カキピーちょっと一つ、カキピーでいいですね、うん、麻婆豆腐じゃなくていいですねいかんいかん絶対お前スプーンは使わんだろ相手を脅すとき、汗かくかもしんない。中華じゃなくていいですか？じゃあ中華じゃなくてこってりいかないって伊達原みたいなのは。じゃあカキピーで、カキピーでいきますわ。俺はじゃあ羊羹で羊羹の方なのね。棒状の羊羹、結構でかいでかめのね。丸かじりでいいですね。じゃあ丸かじり、うん、それにするわ。わかりました。じゃあ皆さんもちょっとこれ伊達原何食ってるかちょっと予想お願いします ね。あの料亭で食ってるとかなしよ。あの、うん、料亭でお酒飲みながらみたいなあったじゃん今回も。そのシーンの飲食はなしね。あの部屋で、今回ではアイスコーヒーとポテトみたいな、前回バナナ、ああいう系の食べるシーンね。はいはい、皆さんの予想もコメント欄でお待ちしてます、はい。まあ、その他にも感想考察もお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。では今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。